こんにちは、デリッシュキッチンです。オニオンツナメルトを作ります。まず玉ねぎ2個の上下を切り落とします。切り込みを入れてスプーンなどで中身をくり抜きましょう。くり抜いた中身はみじん切りにします。玉ねぎを耐熱皿にのせ、ふんわりとラップをして600ワットのレンジで3分加熱します。ボウルにみじん切りの玉ねぎと汁を切ったツナ缶1缶分、塩コショウ少々、マヨネーズ大さじ2、ピザ用チーズ 30g を加えて混ぜ合わせます。これを玉ねぎに詰め、ピザ用チーズ 15g を乗せて、ラップをせずに600ワットのレンジで2分加熱します。チーズがとろけたら完成です。とろとろのチーズと玉ねぎがたまらない一品です。以上、デリッシュキッチンでした。